ピルバーグが制作総指揮として参加。マイケル・ベイ監督が10年の間に5作もの作品を送り出し、さらにスピンオフも制作された超大作実写映画シリーズ、トランスフォーマー。そんな、いろいろな意味で大きな足跡を残してきたシリーズが一新され、異なるキャストと物語による新たな第1作として企画されたトランスフォーマー、ビースト覚醒が公開された。元作は、トランスフォーマーのおなじみの面々、オプティマスプライムやバンブルビーやに加え、1990年代後半のテレビアニメ、ビースト・ウォーズ、超生命体トランスフォーマーの内容をもとに、ワイルドな動物に変形する金属生命体らが地球の危機を救う戦いに加勢するといった内容となった。そのような説明を聞くと、子供向けの要素が強くなったのではと想像してしまうが、ジ・スハゴの作品、これまでよりも社会の問題にフォーカスした硬派な描写が見られるほか、とりわけ1990年代に思い入れのある観客におすすめできる、大人が楽しめる一作に仕上がっているのだ。ここでは、元作、トランスフォーマー、ビースト覚醒で、何が描かれたのかを解説していきたい。実写映画、トランスフォーマー、シリーズは、CG アニメーションを駆使した大作映画、ジュラシックパーク、シリーズの技術を応用し、さらなるド迫力の映像を提供するアトラクション性が話題となっていた。シャイア・ラブーフ主演作では青春と若者の成長を描き、マーク・ウォールバーグ主演作では家族の絆が描かれたが、基本的には人類に味方する正義のロボット生命体オートボットたちが、悪の侵略者の手から地球を守り、リーダーであるオプティマスプライムが締めのセリフを発して幕を下ろすという点は、ほとんど変わっていない。つまり、物語の入り口はバリエーションがあれど、結局はワンパターンといえる展開が用意されているのである。とはいえ見方を変えれば、第一作からすでに黄金パターンといえる王道の枠組みを作り出していたとも言えるのではないか。拒否を投じている以上、そんな成功パターンを捨てて、おいそれと変化球を投げるわけにもいかないのである。比較的制作費を抑えたスピンオフのバンブルビー、2018年は例外として、制作側が新たなシリーズとした妹作もまた、王道路線は踏襲せざるを得ない。だが元作は、その義務を果たした上で、驚くべき挑戦にも打って出る。それは、中盤までのニューヨークを舞台にしたパートの内容を、およそ、トランスフォーマーとは考えられないほどに、平凡な人物たちのリアルな物語で締めたことだ。主人公のアディアスは、ニューヨークのブルックリンに住む、プエルトリコ系の青年。彼は軍を除隊した後、母親や持病を持つ弟のために就職先を探して会社を回っているが、信用を得られないことでうまくいかず、生活は困窮したままだ。追い詰められた彼は、高級車を窃盗するという犯罪に手を貸す決断に悩まされてしまう。もちろん、できることなら誰もがそんな罪を犯したくはないだろう。だが、貧困や差別という原因によって、犯罪が生み出されてしまうのが現実なのも確かなのである。ノアを演じるアンソニー・ラモスは、役柄と同じく、ブルックリン出身のプエルトリコ系俳優だ。リン・マニュエル・ミランダから、映画版の、イン・ザ・ハイツ、2021年の主役に抜擢され、映画界で大きく脚光を浴びるようになった。そのイメージは、元作にも色濃く投影されていると考えられる。一方、ノアと共にオートボットの戦いに協力する、博物館にインターンとして勤めるエレーナ・ウォレスを演じる。ドミニク・リッシュバックもまた、本人、役柄ともにブルックリン出身だ。アフリカ系であるエレーナは、自分の能力に見合わない仕事しか与えられず不満を覚えている。舞台となる時代は、今よりも人種差別、女性差別が深刻な状態だった90年代、ノアやエレーナは、様々なハードルを超えなくては、白人と同じ待遇や職を得ることは困難なのである。90年代に初めて、ブルックリンは白人よりも有色人種が多く住む地域となった。そういった場所に住む、これまで差別的な待遇を受けてきた二人が、世界のすべての人々を救うために尽力する。この設定だけでも、元作にはこれまで以上に熱い血が通っているように感じられるのだ。元作を手掛けたスティーブン・ケイプル・ジュニア監督は、アフリカ系アメリカ人でラテン系でもあるという。つまり、元作には監督のアイデンティティが込められているということが理解できる。1990年代を舞台にしたのは、テレビアニメ、ビースト・ウォーズ、超生命体トランスフォーマーの放送時期だったということが考えられるが、もう一つは、
1988年生まれの監督の原点となる時代だったという理由もあるのだろう。スティーブン・ケイプル・ジュニア監督が最初に大きく注目されたのが、インディペンデント作品、ザ・ランド、現代、2016年だった。この作品が、オハイオ州クリーブランドで車を泥棒したティーンエイジャーたちの物語だったことを考えると、監督は、ザ・ランド、現代のブルックリン版を、かなりの部分で、トランスフォーマーの世界観に移植したということになる。その充実した内容が、ペルー到着以降の世界観とあまりにも乖離しているという問題はあるものの、どうしてもエモーションに引っ張られてしまうのは、そこに監督のクリエイティブにおける本質的な衝動が隠されているからではないか。そんなブルックリンの魂を表現するため、元作では音楽が大きな役割を担っている。主要な俳優が実際にブルックリン出身であるように、元作で使用されているヒップホップは、ニューヨーク出身、もしくはニューヨークを活動拠点としていたアーティストで占められている。ザ・ランド、現代のプロデュースやサウンドトラックを担当し、すでにスティーブン・ケイプル・ジュニア監督とは強い結びつきがあるナス。ナズをはじめ、ノトリアス・B.I.G., ウータン・クラン、Q、ティプ、LL、クール・ J など、90年代ニューヨークの代表格となるアーティストによる、ブームバップと呼ばれる、東海岸独特のビートが強調される緊張感あるサウンドによって、元作の雰囲気は形作られているのだ。今、こんな伝説となった90年代のサウンドを、まとめて大作映画で味わえるとは、誰が予想することができただろうか。特に、犯罪多発地区の現実をリアルに表現したウータンクランの、C、R、E、A、M とともに、ノアたち家族の日常描写が開始されるシーン、LL、クール J のママセットノックユーアウトが流れる中、あるオートボットが活躍する描写も印象的だ。このような硬質的な力強さこそが、当時のニューヨークのパワーとなっていた、マイノリティによる創造性の結晶であり、それが世界の命運を握るソルジャーとなっていくノアに受け継がれるという趣向が、元作の肝と言えるだろう。さて、元作、トランスフォーマー、ビースト覚醒の続編が、早くも計画されているという、スティーブン・ケイプル・ジュニア監督が続投の交渉段階にあるということだが、これが実現すれば元作同様、再び都市のリアルが描かれる、異質のトランスフォーマーとなりそうだ。